試合の感想からお願いします。そうですね、結構手足が長くてちょっと一発目膝蹴り結構強烈で、肘でブロックしてたんですけど、そこ当たって結構強烈だったんでちょっと痛いんですけど、彼は充実家だと思うんですけど、充実でも圧倒できると思ったし、打撃でも圧倒できると思ったんで、ご覧の通り完璧です。他にご質問いかがでしょうか。もうアンバンのところマイクをアームバー決めたところちょっと振り返ってもらいたいんですけど。そうですね、最初下からのまず上からフロントチョーク、前回と同じようなフロントチョークを狙ったんですけど、それちょっと返されちゃって下になってるんですけど、下からでもアームバーできると思ったん でまず右から取ってたんですけど、普段右から得意じゃないんですけど、たまたまああいう形になったんですけど、今度左が伸びたんで左取ったって感じですね。で左は一番得意な形なんで、うまくはまったかなと、スコベル選手相当痛がってましたけど、決めた感触としてはどんな感じでしたか。おそらくですけど、打球外れたんだと思います。